こんにちは、深夜です。今日はたこ焼きをついに作ってみようかと思います。ではたこ焼きは全く作ったことがないので、まず材料を調べてみます。薄力粉、たこ焼き粉、どっちの粉使えばいいんだろう、わからんな。あと卵と水、とりあえず粉を買ってくればなんとかなりそうです。たこ焼き粉というのが売ってたんで、これを買ってきました。あとは卵とたこも買ってきました。このたこ焼き粉の裏に作り方が書いてます。これは20個分の作り方なので、20個も食べれないんで、6個ぐらいにしたいんで、3分の1ぐらいにすればいいか。じゃあたこ焼き粉、約 30g と卵1個の3分の1、ちょめんどくさいな、これ1個にしよう。水は 100ml にしよう。じゃあ水を 100g 入れます。30g がよくわかんないんで、これの大さじ3杯ぐらい入れればいいんじゃないかな、知らんけど。じゃ卵を入れます。よっ、よし、混ぜよう。水は 2,3 回に入れてくださいって書いてた。もういいや。あ、でも粉が混ざりきらないな、これ。混ぜんな、きた。タコです。こんぐらいにしよう。1個、2個、3個、4個、5個、6個。この余ったタコどうしよう、どうやって食べたらいいんだろう。そしてこれで焼いてみます。ではこの真ん中6つだけ油を引きます。一応周りもやっとくか、こぼれたらダメだから。入れるタイミングがわからん。なんか全然ジュージュー言わないけど、早すぎたかな。タコをポイポイ、なんかタコでかすぎかも。ポイポイ、できた。上から生地をかけます。溢れさせるほど。こんなもんかな。あ、なんか違うたこ焼きの穴に入っていってる。これで多分こうくるくるやって丸くしていくんだと思います。なんか7つ目ができちゃった。あ、ちょっとずつ固まってきた。この周りはもう固まって、わー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 、なんか溢れ出した、溢れ出した、わーわーわー、おー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 、なんだなんだなんだ、勝手に8つ目もできてる。関西人の家に1個はたこ焼き器あるっていう都市伝説があるんですけど、うちにはそんなのなかったです。まだかいな。なんかボードゲームできそう。いや、ほんままだかいな、これ。これなんか周り中に入れるんじゃなかったっけな。 こんな感じで、でもできそう、これ。ほっ、お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 っ、できてるやん。わっ、タコが飛び出る。
わ、めっちゃ綺麗にひっくり返った。なんとか無事に全部ひっくり返せました。あとは綺麗な丸になってるかだな。あ、なんかもうできてそう。ではこの間ドンキで買ったこの皿に入れていきたいと思います。ほっほっほっ、よいしょ。あ、できました。ちょっと突然あることを思いついたので、買い出しに行ってきます。ゆで卵とチーズと海苔を買ってきました。チェブラーシカです。